どうものちん tv ですす娘動画やっていいいきたいと思います今回の動画は新ガチャ3種類全評価そしてですね注意点解説やっていきますので良ければですね動画最後まで見てみてください。 ということでいきましょう。まずはじめんですが、いろいろ動画上げております。タルマイですね。今、ルームマッチでも非常に強いえ、昔のね、前の動画上げております。あとはタルマイ実装時もですね、フラッシュとかもね、こう予測当てていたっていうところもあったりするんですが、今回の動画にもね、よければ高評価よろしくお願いします。 とということで早速いきましょうまず根性ファインなんですけども先日でですね性能が出るようになったということで昨日も見たのでサクサクいくと今回ファインモーションはスキルポイントボーナスが2というのが特徴でスキルポイントが燃えるところからスキルを増やしたり査定を盛るときにはまあ、いい性能はしているというところがありますあとはですね特徴的なところで言うと初期絆25となっていますのでここはあまり高くないっていうところがえ特徴としてはあったりするかなという感じです はい。そして、金スキルなんですけども、王道一図ですね。こちら、詳細な条件を述べるとですね、レース終盤前半のランダム区間で、チャンピオンズミーティングだと1位から5位、リーグオブヒローズから1位から6位という感じになっていて、加速4戦の1.8秒です。まあ、これはですね、まあ、つばぜり合い、 とね、同じね高価値ですよという感じなんですけどもまあ王道に関してはですね、まあ、中距離ですねまあいろんな加速があって例えば大手とかセイリオスとかねあったり公演ギア使えるコースもあったりとかいろいろあるんですけどもそういうのでいろんな加速があるので例えば中距離で今までもつばざり合いが重視されたかというとですねそこまでという感じなのでこの金スキルに関しては結構限定的なね用途になるかなという話です。 はい。で、あとはですね、今回実装時に分かったイベントですね、見ていきましょう。こちら私もゲーム内でも確認したんですけども、イベントはですね、まあまあかなという感じです。まず、いいところから言うと、体力が10回復してですね、ここも10回復、15回復、金スキル2もらえるっていう感じで、回復面はいいかなというところです。 ちなみに札幌レース場もらえる方は打ち切りになるという感じなんですけどもまあもう一つ逆に言えるところがあってですね今回この1段階目とかが絆ゲージが5になっておりますで最新のサポートカードだとここがですね絆が10ビブロスとかでもねあとオルフェーブル根性で同じく言っても10もらえるイベントもあったりするとか15のものもね存在するとかいう感じなのでここが絆5なのがそこが少し気になるなというところがあります なので、こう見るとわかりやすいかなというところなんですけども、初期絆25で最初のイベントが5というところでね、絆がそこまで高くない。例えば対比されるオルフェーブルで言うとですね、初期絆35があって最初のイベントで10上げる選択肢を選ぶこともできるというところでね、絆的にもオルフェーブルはやっぱ強いなというね、話があるという感じです。 はいであとはですね、ファインモーションに関しては注目の白スキル、これが実装時にどうなるかでも評価が変わるというところがありました。で、見ていくとですね、こんな感じで、まず見たときに気になったのが、ですね右回りと秋馬娘、ファインモーションのえ賢さとかのね、特徴だったんですけども、パワーもありますね、そちらがあったんですけども、これがあったらもっと強かった、それがですね、ちょっと削除されているところは、少し残念かなと思います。 その理由なんですけども今回ですねダートのチャンピオンズミーティングが終わったらその次からその明日からはですねもう明日から秋になっていくという感じなので,ですねそういうところで夏はもう終わっちゃう夏がこれもう効果がね良くなるっていうのがもう1年後とかになっちゃうよねっていうところが少し残念です。 まあただし今回はですね札幌記念のファインモーションというところでここ札幌なのでそこに特化して夏馬娘そして札幌レース場丸っていうのがあるのかなという感じですであとはスキル見ていくとですねレアなスキルはあります例えばこの飛躍の予感ですねこちらですねなかなか取るのが難しい先行のですねその終盤迫った時接続も狙えるスキルになっていくのでこういうレアなスキルはあるよという感じです 探求心などもスキルポイントも安くですね、強い緑スキル、先行中距離があったり、あと揺るがぬ信念、これは中距離の方なんですけども、こちらも接続狙えるレアスキルがあります。あとは金スキルの白、正面突破、まあ、この白スキルについては、そのね、予備の加速として積んだり、白で積めるので、これがですね、重宝するっていう感じにはなってくるかなというね、話です。 はい。なんで、ファインモーションについてまとめると、引くべきかというとですね、まあ、スルーでいいというのが結論となります。これはもちろん、ハーフアニバーサリーがあるということもありますし、まあ、使うときにレンタルすればいいかなというところで、順番に行くと、まあ、練習性能はまあいいものがあるんですけども、その金スキルの有効率とか有効度とかね、えー、必要度っていうところは低めになっていくので、えー、金スキルが限定的。 そしてあとは用途としてはですね、まあ、右空きもあったら因子周回でさらに強かったんですけども特にでいうとそのさっき見たレアスキルの正面突破とかを因子につけるときにはですね中距離で逃げとかをやるときにはこういう、ね、スキルを取るためには使っていくときがあるかなというところです。 他にも言うとですね、例えばこれ中距離の金スキルとか中距離の白スキルがあるところから見ると、えー、中距離ね、デッキ構成どうなるか見ていくとですね、やっぱりオルフェーブルっていうところが基本的に入ってくると、根性2枚っていうのが中距離ではやりにくいというのもあって、中距離、まあ、2200メートル以上だとスタミナ勝負がありますので、スタミナサポカも入れますよねで、スピー。 えスター、えー、そしてパワー、根性、まあ今で言うと理事長とか友人ね、そうするともう枠がなくなるので根性2枚もやりにくいという面もあったりします。なので結論ですね、まあ変わらずですが、スルーでいいっていうところがですね、えー、実装後でもやっぱり明らかかなという話です。 はいで次ですね、セレクトガチャいきましょう、セレクトガチャに関してもちょっと言いたいところがあって、今回、これね、まあ引きたいサポートカードはあるかもしれませんが、ちょっと注意してほしいです。で、まずはですね、こちら、慎重に見極めてほしいというところでですね、1つあるのが、やはりハーフアニバーサリーも10日後に来ますので、そこで強いサポーーが来るかもしれません。なので、そこがあるということで、ジュエルを無駄遣いしてほしくないというのがあります。 なんでまあこちらねガチャ画面で見ていくとこっちのガチャなんですけども例えば、えー、このねエルコンドルパサーやオルフ、えー、トゥラメンテです、ね、こちらをもし引きたいなってなった場合も、まあ、今後、ビブロスが9月以降入ってくる可能性はもう高まってきてますのでビブロスをスピードでね、えー、入れてセレクト回すこともできたりハーフアニバーサリーでね、えー、そのステップアップがあるかもしれませんのでそういうところに石を使っていくという手もあります。 であとはですね、まあこちら、オルフェーブルとかね、本女子とかであれば、まあ、現役であるので、まあ、引いてもいいんですけども、ちょっと見極めていいという話も、見極めてほしいという話もね、この後いたします。で、マック・イーンとか、ダイヤちゃんに関しても現役ではあるので、まあ、悪くはないんですが、少し見極めてほしいです。 でここら辺はダートとかパワーは西のフラワーになるので置いとくとしてあとはサウンズオブアースですねこちらのカードはスタミナで一番強いと言われている、えー、過言ではないまあ、一番強いサポートカードなんですけどもここもちょっと注意してほしいというのがあります はい。で、それがですね、次のシナリオが何かという話でですね、こちら、まあ説明不要で皆さんも、まあそうかなっていう考えてる方もいるかもしれませんが、今ですね、UAF やった時はマイル中距離シナリオをやっている。そして、畑シナリオを今やっているのがマイル短距離というふうに来ております。 そうするとやはり10月に新シナリオがあるんですがそこは中距離長距離とかね長距離が入ってくるんじゃないかなというところでですね、まあ、そこでやはりスタミナサポカの更新があるかもなというふうに考えたりもしますであとはそこからねさらに考えていくと10月ここから4ヶ月更新するときにはやっぱり有馬記念もまたいでいくので長距離の可能性が高まるでまあ、えー ダートのシナリオっていうところも考慮はあるんですがダートも今月ね0 8やってすぐなのでじゃあダートシナリオの時にやればよかったのにってなったりしてそんでもうダート何回やるのって話になったりするので、まあ、10月はやはり長距離が濃厚かなというところです。 なので、そうなると、ここでですねシナリオリンク、友人と合わせたり、そしてまあスタミナサポカーの更新が10月以降にはねありそうなので、そこを少しケアしてほしいというのがあります。はいそんな感じで、ですね、まあ、こちらのセレクトもですね、まあ、ちょっと慎重に見極めてほしい、アースももちろん強いんですが、注意してほしいところを言ったという感じです。 であとはですね、こちら、両方サポートカード、もしどっちかね、ちょっと回したいなとか、セレクトちょっと回したいなってなる場合もですね、両ガチャとも、パカライブ TV を見てから判断。これが一番ベストな判断材料が揃ってからできるので、これ、重要なのでやってくださいえ。今回のガチャは24まで期間があります。 なので、パカライブ TV の23で、さらにパカライブ TV も性能ね、出ますので、次のサポートカード、ハフバのサポーカの性能を見てから、それで、それでも、まあ、例えば、このね、セレクトで欲しいものがある、そのハフバも考慮しても欲しいまであれば、引けばいいという話なので、このね、判断を間違えないようにしてほしいということです。 なので、重、ま、量、あ、を、ね、効率よく使うために、今回、えー、パッカライブティを見てからの判断できますので、ちょっと引きたいなと思っている方も、見てから判断してほしいということを何回も言っているという感じです。はい。で、あとはですね、キャラガチャの方ですね、えー、こちらもですね、こちらはですね、天井がですね、いろいろね、えー、交換ができます。で、えー、ちょっとここはポイント解説なんですけども、天井の方に、いません。 今回ねジャングルポケットがで一応排出のランダムでは出てくるんですが天井にはジャンポケがいないっていうところは、えー、引き換え券だけじゃなかったのかっていうのが特徴的なのでそこは注意してほしいです、まあ、ただし今回ねたるまも入っているということでこれねたるまのサムネイルとかも出していますけれどもたるまえー、樽前もし、えー、その引き換え券とかじゃなくてね、えー ガチャから引きたいっていう場合は、ここからも一応引けるっていうところは、なんか最新まで入ってるな、というね、特徴があるという感じです。まあ、ただこれに関しても、たるま一応引き換え券まで待つことができれば、24の引き換え券にね、たるま入ってると予測されますので、えー、そういうところでね、引き換えのタクもあるということで、そ、えー、キャラガチャに関してはそこをね、注意してほしいという感じです。 ということで、最後までありがとうございました。まあ、今回はですね、まあ、ハーフアニバーサリー前なので、結構皆さん、まあ、ジュエルね、えー、貯めていくっていうことが基本だと思いますが、えー、ここからね、見てから判断っていうのが一番いい、えー、そのね、コスパよく判断できますので、えー、こちら参考にしてみてください。 ということで、のっちんて v びでした。最後までご視聴ありがとうございました。まあ、今回ね、実際見てもですね、えー、イベントとかも見てもね、まあ、根性ファイン、ハフバ前で、えー、もちろんね、絵がいいとかね、ラーメンがいいとかあるんですけども、まあ、性能的にはね、我慢できる性能だったということが明らかになったので、えー、ハフバ楽しみにしていきましょう。 ということでありがとうございました。また次の動画でもよろしくお願いします。のちん TV でした。いつもありがとうございます。最後にね、よかったらね、高評価やコメントなどもよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。またなバイバイ。